皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディイバスタの時間です。この動画は中学校1年生の国語、狼を見る目2時間目の内容です。学習に入る前に用意するものとして、画面に示されたものを用意してください。必要に応じて、一時停止ボタンを押して動画を 一時停止したり途中で前の内容を視聴しても構いませんこの単元の学習目標及び学習の見通しについては画面に示した通りです本字は第2次説明的な文章の構成を捉えるためのポイントを学び本文を 3つののままままとまりりにに分ける学学習習活動を行いす。す。本時の学習に入ります一時停止ボタンを押して画面に示されている本次の課題をノートまたはワークシートに記入してください説明的な文章の書き手は読者に文章の内容を分かりやすく伝えるために いくつかのまとまりに分けそれぞれに役割を持たせています。画面に示されているように例えば文章を始め中終わりの3つのまとまりに分け始めには課題を提示し中で課題に対する答えとその理由を説明し 終わりで、課題に対する書き手の考えを述べる、といったような構成が、説明的な文章にはある、ということです。さらに、中には、複数の答えとその理由のまとまりに分かれることもあります。このようなことから、文章の構成を捉えることは、 文章の内容を正確に理解することにつながりますので、しっかり学びましょう。教科書68ページを開いてください。68ページの下には、言葉の力、段落の役割や段落同士の関係を捉えるとあります。そこには、説明的な文章の内容や構成を捉えるための 着目点が示されています言葉の力の欄内にある文章を声に出して読みましょう一時停止ボタンを押して始めてください説明的な文章の内容や構成を捉えるための三つの着目点が言葉の力 に示されていますこれらを踏まえた上で次の活動に取り組みましょう。教科書68ページの上部に読み取るとあります。その1の内容がこれから行う学習内容です。一時停止ボタンを押して声に出して読みましょう。 第一のまとまりには問いが示されているということ第二のまとまりには問いに対する答えが示されているということ第三のまとまりには筆者の考えが述べられているということがそれぞれ読み取るに示されていますこれらをヒントに教科書62ページに戻り教科書に直接 まとまりとまとまりの行間に境界線を引きましょう。一時停止ボタンを押して始めてください。読み取るお頼りに、それぞれのまとまりがどこからどこまでか境界線を引くことができましたかまず、問いに着目して読み進めていくと、四段落に 2つの疑問とあり、さらに画面に示している通り1つ目の問いと2つ目の問いが述べられています。従って第1のまとまりは4段落まででいいと判断してよいでしょう。しかし問いを示す段落は5段落にも11段落にもあるから 第一のまとまりは五段落まで、十一段落までと考えた人もいるかと思います。では、画面に注目して、四段落の二つの問いと、五段落、十一段落の問いを読み比べてみましょう。 読み比べると5段落の問いは4段落の問い1の繰り返しであること11段落の問いは4段落の問い2の繰り返しであるということがわかりますでは5段落と11段落の問いに対する答えをそれぞれ探せば第2のまとまりが5段落からどこまでか とということがわかりますまず五段落の問いに対する答えを探してみましょう五段落から読み進めていくと七段落ではヨーロッパ九段落では日本それぞれの狼のイメージが書かれていますしたがって五段落の問いに対する答えは七段落と九段落と捉えられます 次に11段落の問いに対する答えはどこでしょうか11段落から読み進めていくと12段落では江戸時代13段落と14段落では明治時代15段落では現代と時系列にオオカミのイメージがどのように変化したのかが述べられています従って11段落の問いに対する答えは 12段落から15段落までと捉えられますでは16段落と17段落はどのような役割を果たしているのでしょうか16段落を読んでみると画面に示した赤線の部分は5段落から9段落のまとめであることがわかりますまた白線の部分は 11段落から15段段落落かからのままととめであることがわかりますさらに17段落を読んでみると16段落で述べられたまとめに加え「心に留めておいてください」という表現で読者に呼びかけているところから書き手の考えであると捉えていいでしょう。16段落はまとめ。 17段落は書き手の考えであることがわかります。以上のことから、第1のまとまりは、1段落から4段落まで、第2のまとまりは5段落から15段落まで、第3のまとまりは16段落から17段落までとなります。さらに、第2のまとまりを、 さらに2つにつ分けると第5段落から第10段落で答え1のまとまり11段落から15段落で答え2のまとまりになりますなお10段落については9段落の補足説明であるとともに次の11段落の最初に転換の接続詞ではが入っており10段落と 11段落の間に境界線が入るとか捉えられるので答え1のまとまりの中に入ります画面に示されている段落構成をまとめた表をノートまたはワークシートに書きましょう一時停止ボタンを押して始めてください本次の学習の振り返りに入ります今回の授業を通して 分かったことや考えたことをノートまたはワークシートに記入しましょう一時停止ボタンを押して始めてください段落の役割や段落同士の関係を捉えて正確に3つのまとまりに分けることができましたかワークシートを使って学習した人はノートに ワークシートを貼り付けましょう。以上をもちまして、中学校1年生の国語、狼を見る目、2時間目を終わりにします。